6月23日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅安で終わっております。昨日と比べて2円75銭安の2万飛び107円76銭で全引けとなりました。トピックス東証株価指数も 1.4 ポイント安、 JPX 日経400も 9.6 ポイント安と、それぞれ小幅な下げとなりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 43% の865銘柄でした。これに対して値下がり銘柄数が約 49% の982銘柄と、値上がり銘柄数を値下がり銘柄数が110銘柄余り上回ったという状況でした。規模別で見ましても大型、中型、小型全体的に下落ということで、ほぼまんべんなく下げたという印象です。もっとも下げは小幅にとどまっておりまして、下値の硬さも伺わせる内容でした。商いは低調でした。売買高は7億3700万株余り、売買代金は9458億円と、節目の1兆円に届いておりません。昨日も1日でやっと2兆円というボリュームでしたが、今日もそれを下回るペースと言っていいかもしれません。週末ということもありまして、積極的な売買が手控えられて、薄商いの中小幅安というのが日経平均の動きでした。もっとも日経平均株価、朝方はしっかりで始まりました。今日の一番高いところが午前9時ちょうど、寄り付き段階で2万飛び152円、これに対して安いところが午前9時10分寄り付きから10分後の2万飛び飛び89円という水準でして、この間の値幅が63円ほど、この非常に狭い値幅の中でのもみ合いに終始したというのが前場の日経平均株価の動きでした。昨日の海外が総じて小動き、為替相場も1ドル111円台前半という水準でもみ合い、積極的な手がかり材料が乏しくなりました。決算発表なども端回帰ということで、個別銘柄への物色意欲も低調でして、大きく上昇する銘柄、下落する銘柄も限られたというのが今日の商いでした。もっともこのところ以前に買われていた銘柄を売って出遅れ銘柄に資金を移すという動きも続いておりまして、中身的には以前に買われていた食品ですとか内需系のところ、食品ですとか水産といった内需系のところが総じて軟調、こういった銘柄の利益確定売りが目立ったというのに対しまして、出遅れ銘柄の修正、これまであまり物色されていなかったような銘柄がしっかりという展開が目立ちました。今日ですと個別銘柄でまず下げた銘柄としましては、キリンホールディングス、食品ビール大手の2503、キリンホールディングスが全引け段階で 1.8% ほど下げて取引を終えております。今日は一部国内の証券会社が投資判断引き下げたという動きも利益確定売りにつながったという見方があります。一方で上昇した銘柄としましては、コード番号5233の太平洋セメント、こちらは結局全引け段階で 4% 近い上昇となっております。他にも5232同業の住友大阪セメントなども上げておりまして、こちらも年初来、こちらは年初来高値更新しました。昨日明らかになりました業界のまとめによります、5月の国内のセメント出荷量が好調だったということなどが手がかりとなりまして、出遅れ修正の動きが見られております。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。